はい、こんにちは。ステレオカメラの相葉です。今回ご覧いただいてますレンズは、非常にライカのですね、人気の高いレンズ、ルミクロンのですね、35mm の、これは7枚玉と言われるですね、レンズになってますね。はい。世代的に言うと、第4世代ですね。ルミクロンの、まあ、35mm というと8枚玉が有名ですけれども、それも含めてですね、結構多くのバリエーションが作られておりまして、こちらはですね、7枚玉の第4世代と言われるレンズになってますね。これの1個後に、アスフェリカルレンズになれましてね、プレアスフェリカルというふうにですね、呼ばれているレンズになりますね。はい。では、外観の方から見ていきたいと思います。ズミクロン 35mm ですね。はい。シリアルが35215110ですので、こちらがですね、これが1993年ですね、の、はい、レンズになっております。はい。もうつい最近まで現行だったようなレンズですね。はい。では、外観から見ていきますけれども、ご覧いただいてます通り、こう非常にコンパクトなレンズですよね、薄型で。目につく、擦れ当たり、凹みなどもなく、だいぶ綺麗な状態をキープしてますね。こういった部分の、ローレットの擦れなどもありませんし、もちろん落下してどっかに当たった跡なども見受けられないですね。はい。マウント部分も綺麗です。よく見られるこう指掛け部分の当たりとか、ひび割れもないですね。はい。大変備品といって差し支えない状態じゃないかなと思いますね。はい。まあ、強いて言うとですね、この赤い、レンズの取り付けの指標ですね、ここをですね、まあ、接着剤で取り付けたのかなという気がしますけども、ここがちょっと汚れてますね。はい。これだけご留意ください。はい。あとは綺麗ですね。レンズも前玉、後玉、ともに擦れ傷、引っかき傷、コーティングの剥離、摩耗などもなく、綺麗ですね。中玉にも曇りカビ、バルサム切れ、ちりほこりなどは、見受けられないです。絞りの動きも軽快で滑らかです。羽の痛みとか油の塗りなどもないですね。はい。ピントのヘリコイドもいっぱいまで滑らかに一定の努力で動いております。はい、いいですね。付属品がリアキャップと、こちらのライカ純正ですね。UVA フィルターが付属いたします。はい。で、もって、こちらもですね、ライカ純正ですね。はい。12524、はい、フードですね。こちらを挟み込み式で、このように取り付けていただきます。で、もって、はい。フードを外さないと付けません。付けられないですが、こちらのボディキャップを付属いたします。はい。ということで、こちらのセットでお届けいたします。でもって、こちらの個体ですけれども、熊本の中村工学様において、分解整備、調整を一通り施していただいております。まあ、レンズ、絞り、ヘリコイドのグリスアップと、ピント調整と、で、一通りにおいて、分解整備、清掃、調整を出ております。ということで、はい、オーバーホール済みのですね、ライカの2期広角レンズ、ズミクロン 35mm の7枚玉第4世代ですね。前後キャップとフード、それと純正フィルターが付属しております。大変備品のいい個体になっておりますので、ぜひお早めにチェックしてみてください。以上です。